皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。私は、最近、ある英語の参考書の、CD を何度も何度も聞いているのですが、いくつか気になることがあります。今回は、それらの気になることについて説明します。では、始まり。今回のテーマは、in です。in という単語はですね、前後の他の単語とくっついてしまうことがよくありまして、その結果、聞き取るのが難しくなってしまいます。量 3.0 の見出し英文の中にはですね、35例近くあるのですが、グループに分けること自体がちょっと難しく感じてしまうので、私が個人的に気になる例のみを今から解説していきます。まず、見出し英文170の黄色い部分を見ていただくと、そこの部分の発音は than、in なのですが、連結するだけではなくて、さらに N が重なって、than、in のように聞こえます。残りの見出し英文、385や466でも同様に音が変化しているように私には聞こえます。Phil is much more interested in academic subjects than in practical skills. For the sake of children in need, we cooperated to collect donations. I became aware of someone staring at me from across the aisle, so I turned around. But there was no one in sight. 次は今回のテーマからちょっと外れてしまうのですが、in ではなくても、into とか inherited のように、綴りが in から始まる単語の場合も、同様の音の変化が起こっております。見出し英文81番の everyone into の場合とか、見出し英文128番の cousin inherited の場合、n が重なって、everyone into とか、Cousin inherited のように聞こえます。No one backed me up at first, but eventually I talked everyone into going along with my plan. His 60-year-old cousin inherited a piece of real estate by a lake. さて次はですね、私にとってとても難しく感じられる音の変化なのですが、in がですね、前の単語とつながるだけではなくて、後ろの単語ともつながってしまう例がありまして、見出し英文118、145、299にそのような例が出てくるのですが、118の場合はもともとは mess in his なのですが、これが mess in his のように聞こえてしまいます。145でしたら revolution in itself なのですが、これが revolution in itself のように聞こえてしまうのです。299の場合でしたら check in at なはずなんですけれども、これがくっついて check in at のように聞こえてしまいます。 Our neighbor told us off for making a mess in his yard. The revolution in itself bore no fruit after all. Be sure to check in at least 45 minutes prior to departure time. さて同じように3つつながる単語がありまして、で最後はですね、定冠詞の場合があるんです。184、474、487ですが、184でしたら、good in the のはずが、good in me になりますね。474だったら、thank in the だったのが、thank in な。487でしたら、prevail in the が、プリベイリンナのように聞こえてしまって、とてもじゃないけれども元の3つの単語はどんな単語だったかわけが分からにくくなってしまうんです。 As a self-made man put it, a man of vision will make good in the end. A cargo vessel bound for Athens sank in the Mediterranean without a trace. The anthropologist says old customs still prevail in the province. さて次はですね、in を含む音の変化が起こった結果、全く別の単語のように聞こえてしまって、私にとっては意味が大混乱する例がありまして、見出し英文66の場合ね、キャブっていう単語と in がくっついてキャビン。これって全く別の、丸太作りの小屋っていうキャビンと同じになってしまうと思うんですが、同じように見出し英文421の場合は、in to という2つの単語がくっついて into。 こ
これって中学校の時に習った into っていうあの単語と全く同じように聞こえてしまいます。He got out of the cab in haste, saying, "Keep the change." Troops were swiftly called in to put down the riot. 以上、今回説明した例をまとめて書くとそんな感じになるのですが、緑色の字で書いてある部分が私にとって聞き取り難解表現なのです。これ以外にちょっと説明できずに残ってしまった例が10例以上あります。しかしもう in についてはこれでも金輪際おしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。